国立がん研究センター中央病院血液消化の井筒工事と申しますちょっと自己紹介ということですけど私はこちらの病院には昨年の4月に赴任をしてきてそれからこちらで働いていますで私の専門は血液内科で特にリンパ腫の治療とか治療研究を専門にしています。 でこちらの病院では血液,に対血液疾患に対する治療のうち造血幹細胞移植自家移植とか同種移植は造血幹細胞移植科という別の部門でやっていてもし移植が必要な患者さんがいた場合にはそこの科と連携して治療を行っているとで化学療法を中心とする薬による治療薬物治療を専門としている科が血液消化です。 血液癌、あの血液の造血器腫瘍に対する薬物治療を専門にしている科で働いています。それでは、えー、と今日のお話ですけれども、ホジキンリンパ腫という病気についてお話をしたいと思います。えー、今日の話の順番は、えー、とこういうふうに考えています。まず最初にホジキンリンパ腫とはどういう病気かということをお話をします。で、その次に、えー、初発 の保持リンリパにに対する治療について次に再発難治性保持ンリンパ腫の治療についてで最後に、えー、先ほど話にも出ました、えー、保持ンリンパ腫に対する新しい治療薬または治療法について、えー、お話をしたいと思いますではまず最初に保持リンリパ種とはどういうい病気か、えー、まず保持ンリンパ腫という名前があるんですけれども 悪性リンパ腫には保持菌リンパ腫と非保持菌リンパ腫大きく分けてこの2つのタイプがあります。でリンパ腫の患者さんのほとんどは、えー、非保持菌リンパ腫で保持菌リンパ腫の方というのは非常に少ないです。えー、とここに10%以下というふうに書いてありますけど数ぐらいです。で、えー ですけれども保持菌リンパ腫に対する、まあ、診断とか治療っていうのが、えー、今までその悪性リンパ腫の中で、えー、特に進んでいたということでさ、えー、まざ、あ、まな非保持菌リンパ腫のタイプが分かってきたんですが、まあ、相変わらず保持菌リンパ腫と非保持菌リンパ腫という、まあ、大きく2つに分けるという、えー、病名の付け方というのが今も続いています。 で先ほどお話ししましたようにホジキンリンパ腫の患者さんというのは、えー、とリンパ腫の患者さん全体の中で見ると一部です。でこれはアメリカの、えー、疫学データこちらは日本の地域がん登録をもとにしたあリンパ腫の中で、えー、いろいろな病形の患者さんの割合を示したものです。えー、アメリカでも日本でもホジキンリンパ腫の患者さんというのはリンパ腫の患者さんの中で、えー まあかなり少ない部分を占めていて、アメリカでは約12％、日本では約6％を占めています。で、アメリカのアメリカでの、えー、とリンパ腫の肝臓の、えー、と新しい発症罹患数と言いますけれども、えー、と年間、えー、と日本よりも多いので、えー、とホジキンリンパ腫の年間の罹患数、新しく診断される患者さんの数というのは9000人ぐらいというふうに言われています。 一方、日本でホジキンリンパ腫と新しく診断される患者さんの数というのは具体的に疫学、えー、データとして出ていないんですが、えー、新しくリンパ腫と診断される患者さんの,割あの数というのがおよそ3万人というふうに言われ年間3万人と言われているので、えー、この3万人と6%を掛け算しておおむね2000人近くが新しくホジキンリンパ腫と診断されると。 となると人口10万人当たり1.4人ホジキンリンパ腫と診断されるという計算になるのでかなりそのホジキンリンパ腫を一つの病気とするとかなりまれながんすなわち希少がんにあたるというふうに考えられます。でアメリカと比べると日本の方が少ないそれから日本の方がリンパ腫の患者さん全体として少ないので。 保持筋リンパ腫と診断される患者さんの数というのはかなり少ないということがお分かりいただけると思います。で保持筋リンパ腫と診断される患者さんの年齢とか性別がどうかを見てみたいと思います。これは日本の九州久留米大学の病理学教室で診断された保持筋リンパ腫の患者さんの年齢とか性別について見てみたグラフです。 でえー、とホジキンリンパ腫の患者さん全体で、えー、とそれぞれこう年齢層別に、えー、と患者さんの診断された患者さんの数を見てみますけれども、えー、リンパ腫の中でも代表的な美慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫とか路胞性リンパ腫では60代70代の患者さんが圧倒的に多いですがそれとは対照的に20代30代の患者さんがまず多い 多い一山を作っていて、でその他に六十代七十代の肝さんの発症があると、えっ、ー、と、えっ、ー、と二つの峰があると、二つの山があるということは二方性の年齢分布っていうんですけれども、えっ、ー、とそういう年齢分布を取ります。で特に結節効果型というホジキンリンパ腫の中でも一番多いタイプについては二十代三十代の肝さんの発症が非常に多いということが言えます。 で、これが特徴です。で、あと、このグラフからは必ずしも、読み取れませんけれども、女性と男性を比べると。えっと、女性の方が若干多いという特徴があります。この若い患者さんが、多い、若い、か若くで診断される患者さんが多いというのが。診断の時や、あとは、えっと、治療法を考えるときに大事な点になります。これは典型的な保持金リンパ腫の。 患者さんの診断された時のレントゲン写真それからペット CT の画像ですホジキンリンパ腫の患者さんは例えば首とか首などのリンパ節が腫れたということで初めて病院にかかる方もいますが全く症状がなくて健康診断でレントゲン写真を撮ってたまたま胸に異常な影があるというふうにま 見つかっっっててそれれががとな診断される方が結構いいらっしゃいますちょっとこの写真を見せたお見せしただけで分かりにくいかもしれませんけれども両側の黒いところが肺で真ん中が縦隔っていうところで肺と肺に挟まれたスペースなんですけどそこが全く健康な問題ない人よりは広がって見えると。で詳しく調べるとと縦隔 この部分に、えー、主流コブがあって、えーまあ、ペット CT をとってみるとこういうふうに光っていると、まあ、そういうふうなあ病変があるというのが特徴的です。で保持ニンパ腫の患者さんに対する治療は、えー、後から述べお話ししますけれども原局期か進行期かに、えー、分けて、えー、治療をします。えー、原曲期の患者さんでは、 化学療法と放射線治療の併用療法が行われます。で進行期の肝臓では主に化学療法が中心になって、えー、行われます。で、こういう治療をやって実際肝臓がどのぐらい、えー、治るかなんですが、えー、それを、えー、この図で、えー、ちょっと紹介をしたいと思います。えー、っとこれはえー、っと。 中央病院の血液腫瘍の牧田先生が以前論文にして報告をしたものです国立がん研究センターの血液腫瘍で治療を受けたホジキンリンパ腫の患者さんの治療成績で1997年から2011年までに診断された139人のデータを基にしています先ほどお話したように若い患者さんが多くて年齢の中央値は34歳で 6割の方が減局期すなわちステージ1か2で4割の方が進行期ステージ3か4でした。えー、っと無増惑生存期間っていうのが再発なしに、えー、っと生存している患者さんの割合を示すもので、えー、っと例えば、えー、っとこの60か月のところ5年の無増惑生存割合が例えば減局期だと 八割を超えてますし、えっと進行期だとそれよりは低いですけれども六割は超えているという結果で、まあ進行期の患者さんでも六割以上の患者さんが病気が治せているというような成績が報告できています。じゃあこのホジキンリンパ腫のホジキンって何でしょうか。えっとということでホジキンリンパ腫の歴史についてちょっと見てみたいと思います。 えとホジキンリンパ腫ションのホジキンさんというのは、えー、とイギリス人です。で日本だとこの、えー、1800年代、えーまあ、前半に生きた、えー、と仕事をした人というふうに位置づけられると思うんですが江戸時代、えー、と幕末ですね、えー、の頃の人だと思います。えー、とこのホジキンさんが、えー、と医師になって、えーとまあその 治療する担当医というよりは、えー、と解剖を担当する解剖する仕事をしていてその中で、えー、とリンパ節や脾臓が腫れて最終的に死に至るような患者さんが繰り返し見られるということに気づいてそういった似たような患者さんを数人報告をしたというのがきっかけです。年に初めての報告が。 されていますでその後似たような報告が続いて、えー、そういうものがホジキンリンパ腫とまたは当初はホジキン病と言われていたんですがあ言われるようになりました。じゃあこの病病気気はどういういかということを、えーっとまあ、顕微鏡のレベル、まあ、病理学的なことなんですが見てみますが。 リード・スタンバーグ細胞とかホジキン細胞っていわれる非常に大きな細胞巨大な細胞が主要細胞リンパ種の本体ですこれは病理,者病理組織っていって患者さんの腫れているリンパ節から生検をして取ってきたものを顕微鏡であ染色をして顕微鏡で見たものなんですがちょっと分かりにくいかもしれないんですが非常に大きな細胞がたくさん 散性ににまばらに見ら見ます。で、それを絵に描くとこういう感じ非常に大き,く大きい細胞があってとかが陽性ですこの CD30 が陽性細胞膜に CD30 というタンパク質があるというのがホジキンリンパ腫の腫瘍細胞リード・スタンバーグ細胞の特徴で CD30 が陽性であるということが 後半にお話をする新しい治療薬のブレンツクシマブ・ベドチンという抗 CD30 抗体薬物複合体が効果を発揮すする根拠になりますでホジキンリンパ腫ではこういった腫瘍細胞というのが組織の中でぎっしり詰まっているわけじゃなくて非常にこうまばらに散在性に見られるというのが特徴で。 その腫瘍細胞の周りに反応性の正常の T 細胞っていうリンパ球が取り囲んでいるというのが特徴です。それで、えー、っともう一つの特徴に、えー、ホジキンリンパ腫の腫瘍細胞は、えー、PDL1 というタンパク質を細胞膜に、えー 出していていその原因としてこのホジキンリンパ腫の主要細胞 PDL1 という遺伝子の異常があってこのタンパク質がたくさん作られるようなそういった異常がほとんどの患者さんにあるということが知られています。で最近いろいろながんに対して抗 PD1 抗体という一種の免疫治療が有効であるということが言われているんですが。 この抗 PD1 抗体が効果を発揮するためには、と主要に PD-L1 というタンパク質があるということが非常にポイントになるんですが、ホジキンリンパ腫では、とこれがほとんどの患者さんで強く出ているという特徴があります。で、このようにホジキンリンパ腫の細胞というのは、この PD-L1 というのが出して、周りの免疫細胞から攻撃されないように身を守る、まあ回避する。 まあ逃れるような性質を本質的に持っています。えっとほじきリンパ腫の診断はえっと必ずえっと生検といって、えー、腫れているリンパ節とか腫れている重核の種類を、えー、直接取って調べる必要があります。でそのために、えー、首や、えー、脇の下などのリンパ節であれば、えー、手術で えー、全部または、えー、一つのリンパ節の一部を取り出して、えー、取り出す生検を行ったり、まあ、非常に病変が多い場合にはコアハリ生検といって、えー、針で刺して、えー、組織を取ってくることによって診断をつけることがあります。で、縦隔という、えー、と肺と肺の間の、えー、病変がある場合にはなかなか体の表面から、えー、それを 腫れている収穫のコブを取りに行くことが難しいので全身麻酔をかけて胸腔鏡で取ることもあるし CT などで注意深く見ながら針で刺して診断をつけることもあります。で、そうして取った検体をホルマリン固定してまあパラフィンフォームいうてんですけどまあろうみろうのようなもので固めてそれを薄く スライスしてプレパラートに乗せて染色を行って最終的には病理医という、まあ、僕ら診断治療,を担当する医者治療を担当する医師ではなくて診断を担当する専門家によって、えー、と顕微鏡で観察することによって診断はされます。なので生検、えー、から診断までにはこれらの処理が必要なのでいくらかの時間がかかります。少なく見積ももっても数日 の時間は必要になります。で、ホジキンリンパ腫は、えー、とさまざまな種類に分かれています。大きく分けて古典的ホジキンリンパ腫と結節性リンパ球由来型ホジキンリンパ腫の二つに分かれています。で、この下の、えー、と血血性リンパ球由来型っていうのは、えー、と。 ホジキンリンリパ腫の特徴がさっき CD30 が陽性と言ったんですが CD30 は陰性で、えー、通常ホジキンリンパ腫ではそれほど陽性にならない CD20 が陽性、えー、っと B 細胞リンパ腫としての特徴があってちょっとホジキンリンパ腫の中では、えー、特殊なタイプです。かつこのタイプの患者さんは非常にまれなので、えー、今日は主にこの古典的ホジキンリンパ腫についてお話をします。 で、古典的保持金リンパ腫も、えー、血結節硬化型混合細胞型リンパ球豊富型リンパ球減少型という4つのタイプに分類をされています。ただし、古典的保持金リンパ腫の患者さんの治療はこのタイプのうち、どれであっても基本的には同じなので、あんまりこのタイプがどれかということには、えー、こだわらなくてもいいかもしれない,いいと思います。 保持ンリンパ腫と診断された患者さんは治療方針を決めるためにどこにリンパ腫の病変があるかを決めるステージングという病気を決めるような検査を行います具体的には CT それから PETCT あと骨髄検査などですこれは保持ンリンパ腫の患者さんの PETCT の画像ですペット CT は、 FDG というブドウ糖によく似たアイソトープ放射線を出すお薬を注射をしてブドウ糖が取り込まれるところに、えー、とそのお薬が取り込まれるのを利用してどこに病変があるるかというのを見,見極める、えー、検査ですで脳とか心臓とかには普通に、えー、正常の人でも取り込みがあってかつ、えー、と尿になって出ていくので腎臓とか膀胱は、えー、と取り込みがあって光るんですが。 この患者さんでは首のリンパ節とかお腹のリンパ節にこの FDG の取り込みペットで陽性になる病変がありますそのほかに背骨や腸骨っていう骨盤の骨にも取り込みがあってこういった光っている場所が病変だということがわかります。で どこに病変があるかということを CT とか PETCT 骨髄検査で把握してでその、えー、とリンパ節の、えー、領域というのが、えーとまあ、人為的に、まあ、いわゆるその、えー、地図でいうところの、えー、何々町何丁目みたいなバンチが決まってるんですが、えー、そのうち、まあ、1つのバンチというか領域に、えー、病変が 原曲している場合、ここだけに限られている例えば右の首のリンパ節だけに限られている病変が限られている場合はステージ1といって例えば頸部と脇の下のリンパ節に病変がある場合にはステージ2横隔膜を越えて上と下に病変がある首と側頸部に病変があるような場合にはステージ3。 あと骨髄に病変があるような場合には胃満性の切外病変といってステージ4というふうに言っていますでこのように病変がどこにあるかによってステージ1から4に病気を分類をしますでこの分類をリンパ腫のまたはホジキンリンパ腫のアンアーバー分類というふうに呼んでいますあとホジキンリンパ腫の患者さんでは一部の方が B 症状という全身症状を 持っていることがあります。具体的には発熱があったり体重減少があったり寝汗をがあったりです。でリンパ腫の場合のえっ、ー、と B 症状による寝汗というのは非常に、えー、著しい寝汗で例えば今のこの時期だとエアコンつけないで寝てると寝汗をかくのはもうどなたにとっても普通なことです。ただリンパ腫によって B 症状で寝汗をかく場合にはもうひどい寝汗で、もう 一晩のうちに2回,、まあ、2回も3回もパジャマとか T シャツを着替えなきゃいけないぐらい場合によってはシーツを変えなきゃいけないぐらいひどい寝やせが出ることがあります。そ,うでそれはもう暑さ,に暑さも寒さに関係なく起こるでそういった寝やせがあるような場合には B 症状というふうに判断をします。で、えー、と病気ステージとは別に、えー、治療法を決めるときに、えー 特に原曲期ステージ1の保持ンリンパ腫の治療法を決める時に、えー、巨大な病変があるかないかまたは血液のデータなんですが最近これ以外ではめったに使われない検査なんですが赤血球沈降速度という検査があって昔は結核の,スク,リあのスクリーニングっていうか、まあ、患者さんを完全、えー、に、えー 見極めるまあ古い古いにかける検査でよく使われていたんですが、こういったものを用いて、原曲期保持キリンパ腫の中でもリスクの高い患者さんかどうかということを判断をする。まあそういったリスク因子というのがいくつか知られています。それからえっと進行期ステージ三四の保持キリンパ腫の患者さんでは年齢男性であること、ステージ四であること。 貧血があってヘモグロビンが低いアルブミンが低いリンパ球数が少ない逆に白血球数が多いこういったリスク因子がいくつかいくつあるかによって低リスクの患者さんから高リスクの患者さんまで分類をされています。でこれらのリスク因子が全部あるような患者さんはあ治りにくいということが言えるんですが。 これらのリスク因子が全部ある患者さん4、えー、と5つ以上ある患者さんでも、えー、とこれは無増悪生存割合なんですが、えー、例えば5年6年の無増悪生存割合っていうのは60%ぐらいで少なくとも50%以上は治癒することができるというふうに言えます。進行期の患者さんでも、えー、とリスク因子の少ない患者さんでは8割以上の患者さんがで治癒が期待できます。 では、具体的な治療についてお話を進めていきたいと思います。これは日本血液学会という血液がん増血期使用に対する治療の専門家が集まった学会で作っている増血期使用診療ガイドラインの古典的表示筋リンパ腫の治療のアルゴリズムの表です。 最近新しいものが出てこれはまだ、えー、と書籍版が出ていますで、えー、とネットで調べると,、えー、とウェブ版が出てくると思いますけれどもこれは、えー、と今の時点では年版2013年版が公開をされていますでこの、えー、血液学会の造血器使用診療ガイドラインでも古典的保持キンリンパ腫の治療は原曲期と,、えー、と進行期に分けてえっ、ー、と 記載されています。で、それに沿ってえっ、ー、と今日はえっ、ー、と治療についてお話をします。まず進行期のホジキンリンパ腫の患者の治療ですで。ホジキンリンパ腫の患者では進行期でも原局期でも化学療法として使う治療は多くの場合日本ではえっ、ー、とここに示す ABVD 療法というものになります。ABVD 療法は、えー、ドキソルビシン ブレオマイシン、ビンプラスチン、ダカルバジンという抗がん剤、抗腫瘍薬四種類を定期的に用いるもので、と二十八日が一サイクル、一コースでそれを六サイクル繰り返すものです。ちょっと難しいんですけど、とその一サイクル二十八日のうち一日目と十五日目が治療日になります。 なので、えっと例えば六サイクルだと、えっと実際このえっと治療を受ける日は、えっとその倍十二回ということになります。十二回点滴を受けるということになります。ABVD 療法の特徴的なえっと副作用をここに挙げます。で、薬の副作用にはしばしば見られる副作用と非常に頻度は少ないんだけれども、なのでほとんどの人には 問題ないんだけれども、起こると非常に深刻だというものがあります。で、よくある副作用としては骨髄抑制、具体的には白血球、紅中球が減ったり、えー、貧血、ヘモグロビンが、えー、と赤血球が減ったりする副作用、それから便秘、おしんおうと吐き気です、ね、血管痛などがあります。で、えー、非常に稀な 副作用だけど深刻だというものにはブレオマイシンによる薬剤性肺炎とかドキソルビシンによる心臓の機能低下があります ABVD 療法の副作用のうち、えー、と一番問題になって換算からつらいというふうに言われるのがダカルバジンによるおしんおうと,と血管痛です。で おを吐き気についてはいくつかの予防と対策があって例えばセロトニン受容体拮抗薬はどういった化学療法でも最近は使われるようになってきているんですがこの治療が非常に吐き気が強い治療であるということでそれだけではなくってアプレピタントとかデキサメサゾンこれはステロイドですけれどもこういったものを併用したり。 あとは非常に吐き気の強い治療を受けると2回目3回目の治療になると予期せおしんおうとといって例えば病院に来るともう採血してるだけで気持ち悪い採血を受けていてまだ抗がん剤治療を受けてないのに気持ち悪くなっちゃうとかそもそも起きて「あ今日病院か」と思うとそれだけで気持ち悪くなっちゃうようなことがあります。でそれを避けるために例えば抗不安薬を治療の前日に飲んだり朝に飲んだり。 まあ、そういった対策ができます。それから強い血管痛に対してはこの点滴を入れるときに側管、えー、と,といって点滴の脇からもう一本、えー、と生理食塩水とかブドウ糖液を追加で入れたりあとは非常に血管痛が強い場合にはあ中心静脈ポートといって、まあ、手術をして、えー、例えば肩などに、えー、と点滴を入れる、えーとまあ、器具を装置を、えー、と装着をする。 治療が一通り終わったらこれは抜いてしまうことができるのでこういうもので治療期間中の血管痛を防ぐことができます。あと化学療法なので骨髄抑制は必ずつきもので好中級が少ないことによって感染症のリスクが増えるとそれは問題なんですがただこの治療は2週間に1回抗がん剤を入れるという特徴があってその点で化学療法抗がん剤治療の治療 化学療法のために病院に行くと、病院に行って採血をしてその日採血あの治療のためにまあもん治療を受ける問題がないかどうか、例えば血液の異常がないかということをチェックを受けるわけなんですが、結構多くの頻度で高中球数、白血球のうち高中球が非常に少ないということがよくあります。で元々 ABVD 療法が開発をされたときには 高中級数に応じて、えー、治療を少し延期したり薬の量を減らしたりっていう基準が、えー、決まっていたんです。で一般的に抗がん剤治療を受ける時には高中級数が少ない時にはちょっと、えー、今日は治療しないで様子を見る1週間後にまた来てくださいっていうことはあよく取られる、えー、手段なんですけれども。 このの治療場でただ、えー、とまあ高中級が少なくても発熱とか感染を起こしているような兆候がなければ、えー、化学療法をやってもどうも、えー、と問題なく治療が遂行できるということが結構知られるようになってきて、えー、と最近行われているホジキンリンパ腫に対する臨床試験の多くでは、えー、と高中球数にか かかわらず、えっと治療延期とか減量を行えないでそのまま続けていくということがよく行われています。さて、えっと ABVD 療法6コース行った換算ですが、まあ治療が効いているかどうかということは、例えば首のリンパ節が腫れていれば治療のために病院に行くごとに診察を受ければあ、ちっちゃくなっているね、まあそういうことがわかると思います。 で重、えー、と肺と肺の間の部分に主流がある場合には普通のレントゲン写真を撮ればその主流がちっちゃくなっているのが分かるかもしれませんただそれを、えー、しっかりと正確に、えー、化学療法の効き目を把握するためには、えー、ペット CT とか CT を行ってもともとあった病変がどうなっているかを確認する必要があります。えー、この 写真は、えっと、ペット CT でホジキンリンパ腫の患者さんで治療前と治療後のペット CT です。さっきお話したように脳とか、えっと、心臓とか膀胱はあ腎臓とか膀胱は普通に、えっと、健康な人でも、えっと、光ってますが首のリンパ節脇のリンパ節縦隔などにこう光った場所があります黒い場所ですねこれがホジキンリンパ腫の病変です。で治療後を見るとこういったものが全く消えているのがわかると思います。 こういった治療をやるとペットでどこにも光っている病変がなくなるという状態が完全走行 CR です。輪切りで示した胸の写真で治療前コブがあってペットでこういうふうに赤く光っている。で治療後、まあ、重核全く何もなくなるというよりは少しなんか影があるんですけれども少し影があってもペットで光っている病変がなければ。 ペット陰性で完全走行 CR というふうに言っていて、病気を治すためにはまずこの状態になるということが前提になります。まずこれが目標になります。でこれまでえっと進行期のホジキンリンパ腫でも化学療法を受けた患者さんで化学療法が終わった後に追加で放射線治療を行うことが結構多くありました。特にえっと巨大な病変があった場合。 10センチを超えるような病変がなどですねあった場合とか、あと化学療法が終わったときに CT でまだ少しコブが残っているような場合には影が残っているような場合には放射線治療が追加で行われることが多かったです。ただ、えっ、ー、とまあ、そういった治療が本当に必要かどうかということは議論があって、特に放射線治療っていうのは長い目で見ると、えっ、ー、と放射線が当たった場所に対して二次性の発がんのリスクがあると。 いろいろ検討がされたんですが最近は、えー、と進行期の保持金リンパ腫の患者さんの場合には化学療法が終わった時にペット CT で陽性病変が残った場合などに、えー、その対象が限定的になっています。で CR になった完全走行すなわちペットで病変が消えてしまった換算は、えー、その後どうするかなんですが、えー、その後もえっ、ー、と その後は定期的に、えー、と主に血液検査と診察察で、えー、経過観察を行います。治療が終わった直後は、えーまあ、例えば1ヶ月おきとか3ヶ月おきでそのうち3ヶ月から半年おきそのうち1年ごととなって、まあ、病院とか施設の方針によってはあ病院とか先生の方針によっては例えば5年たったらもう、えー、と何かあったら来てくださいあの基本的に定期的には来なくていいですよっていうふうに言われることもあると思います。 でえー、とこういった検査診察だけじゃなくて CT を定期的に行うこともあってただ保持リンパ腫の患者さんの場合は、えー、と再発をするとした場合、えー、とその時期は比較的、えー、と最初の12年であったりすることが多くそれ以降の再発が非常に少ないので、えー、するとしても、えー、と私の外来では一定期間2年間など、えー、と決めていることが多いです。えー、とそして、まあ、定期的に CT を行う とといいいうことにつててては否定的な考ええが最近増えていて例えばその定期的な CT で再発が見つかるよりもなんか症状を起こして見つかることの方が多い、まあ、安心のためにはいいけれども人によっては定期的な CT の検査を受けてその結果を聞くまでもう不安で不安でいられないという人もいて、まあ、そうであるならば、まあ、安心のために CT をやるんだけど結果的に不安を作っている可能性もあるというふうに言われていてこれはえと議論になるところ そして、まあ、最近はそのステージングとか治療効果判定ではペット CT をやることが強く進められているんですけれども定期的に再発監視のため再発監視というか完全寛解で,であることを確認するためにペット CT をやることは進められていませんなぜなら偽陽性といってリンパ腫の再発以外のさまざまな理由でペット陽性の病変が出てきちゃうからです。 では、えっ、ー、と、保持金リンパ腫のうち、原極器の患者さんの治療について、お話をします。えっ、ー、と、先ほど、原極器の保持金リンパ腫の患者さんのリスク因子。といって、重核の巨大主流がある場合とか。えー、と血液データで、赤血球沈降速度が、高い場合などを紹介しました。そのほか、節外病変ってって。肺などに病変が、まあ、肺だけに病変があるような場合とか、あと。えっ、ー、と、リンパ節。 病変の領域数が多い場合、まあ、こういった場合に、えっ、ー、と、限局期保持筋リンパ腫でもリスク因子があるというふうに言ってます。これらは元々、もともと、えっと、限局期保持筋リンパ腫に対する治療が放射線治療だけであった時期。まあ、こういった因子があると、えっ、ー、と、放射線治療だけだと、治しにくいということで認識されてきたリスク因子です。で、こういったリスク因子があるとないとで。 どのぐらい治療成績治りやすさが変わるかなんですが ABVD 療法4サイクルと放射線治療という比較的同じ治療をやった患者さんでさっきのリスク因子ありなしで見るとリスク因子なしの患者さんだと5年の無再発性無増悪生存割合というのが95%で予後不良因子ありの場合は86%。 いう報告があります。なのでまあ確かに予後不良因子がリスク因子があるとえっ、ー、と少し治療成績は悪いんですが、ただそれでも八十パーセント以上の患者さんがあ治癒が得られます。であとは予後、えー、不良因子がない患者さんではえっ、ー、と九十パーセントを超える患者さんがあで治癒が期待できます。まあそういったことから 原極期保持筋リンパ腫の患者さんではもっと治療を強くして治療成績を良くしようというよりもこれだけ良くなっているんだから少し治療を弱めて治療,の治療中の QOL であるとか治療が終わったあまの QOL とかあとは晩期障害といってさまざまな二次性の治療に関わる副作用を減らしていこうと。 いうことが検討される方向があります。えっ、ー、と、ホジキンリンパ腫に対する治療研究というのはドイツが非常にドイツで非常に盛んに行われています。で、これはドイツで行われた原曲期ホジキンリンパ腫の患者さんに対する治療研究で、よく不良因子なしの場合、まず前半の化学療法の部分は ABVD 療法は 今まで4コース行われることが多かったんですが4コースか2コースかどっちかいいか見るで放射線の部分は30グレー当てることが多かったんですが30グレーかもっと減らして20グレー当てるか比べる。でこれを見てみるとこのどっちを選んだ場合でも 一番弱い ABVD 療法2コースと放射線20グレー、それから一番強い ABVD 療法4コースと30グレー当てる場合とで治る割合が変わらないということがわかりました。で、予後不良因子ありの場合、ABVD 療法4コースともっと強い抗がん剤治療とあと放射線は20グレー、30グレーをえっ、ー、とまあそれぞれ比べるという研究が行われて。 一番弱い組み合わせの ABBD 療法4コースと放射線20グレーだと、えー、その治療を選んだ時だけ、えー、と成績は悪くて他は変わらないということが分かりましたそういうことから、えー、と予後不良因子がない原曲期保持基ンパッシでは ABBD 療法2コースと放射線20グレー、まあ、ほぼ3か月で治療するあ終了するような治療 それから予後不良因子のある原曲期保持筋ンパ腫では ABVD 療法4コースと放射線20グレーあ30グレーか ABVD 療法4コースと放射線20グレーの、まあ、いずれかが進められる治療ということになります。で原曲期保持筋ンパ腫は、まあ、限られた場所にあるので、えー、まず、えー、放射線治療 単独で病気が治せるんじゃないかということが試されて実際多くの患者さんがそれでま治すことができましたただしホジキンリンパ腫で最初に用いられたのは非常に広い範囲例えば首の一部にリンパ節主題がある場合でも両側の首それから重角脇の下非常に広いところに放射線を かつ高症者線量、高い線量を当てるということが行われました。ホジキリンパ腫は隣り合ったリンパ節に順々に転移していく移っていくという性質があってもう先回りして腫れてない病変場所のリンパ節にも放射線を当ててしまおうとそういった考えで実際それは効果的だったんです。ただ、 次にお話をしますけど放射線のさまざまな影響が出てきて放射線単独で治療するよりも放射線は用いるんだけどもより狭い範囲でかつ当てる量も減らして化学療法へ併用することによってより多くの患者さんが治せないかそして治ったた。後の状態がが良くならならいいかととうことが検討されましたそして今化学療法単独の治療と。 いうのが、検討されているところです。で、どうしてか、ということなんですが、ホジキンリンパ腫の換算。先ほどお話したように、残念ながら、すべての換算、ええー。直せるわけじゃなくて、ただ再発があるとしたら、最初の1,2年が一番多いです。5年経って、ホジキンリンパ腫の再発ってのは、極めて稀です。で、一方、ホジキンリンパ腫の治療を受けた換算で。5年、10年経った後、問題となってくるのは、えー、二次発癌。 と言ってま放射線治療によるえ、固形がん。例えば重宅に対して住宅とか脇の下に放射線を当てるとえっと乳腺に放射線が当たりますので、そこから発生する乳がんなどが問題となります。あと、重宅はまさに心臓があるところですから、そこに放射線を当てると心臓に行く。血管冠動脈にえ冠動脈硬化を起こしていわゆる心筋梗塞。 とか狂心症それから弁膜症などを起こしやすくなりますで、20年を超えると癌の再発よりもこういった治療の影響の方が圧倒的に問題となってきますなのでなるべくこういうことを減らすというのが大事になってきますで、えっと20歳代にマントル症者という非常に広い範囲の放射線治療を受けた女性では乳がんの発生割合が 35歳までに 10%45 歳までに25%と高いということが知られていてでこの割合というのは、えー、と最近あの、えー、とアメリカのョイアンジェリーナ・ジョリーでの、えー、と例で、えー、と有名になった遺伝性の乳がん卵巣がん症候群、えー、BRCA の変異キャリアでの乳がんの発症割合とあんまり変わらない非常に高いということが知られています。 でということで、えー、と若い時に、えー、と重核に対して放射線を治療を受けた女性では、えー、とリンパ腫が治った後血液内科の外来に通う以外にも、えーとまあ、血液内科の外来ではなかなかいろいろな検診はできませんからいわゆる、えー、と乳がんクリニックというか乳がんの、えー、専門の先生にかかって、えーと が検検診、診乳房の検診を受けるとということが進められます。ただこれはマントル照射を受けた場合で最近の放射線治療のやり方すなわちより狭い領域でより少ない線量を当てた放射線治療を受けた患者さんではおそらくこれよりも乳がんの発症が少なくなるだろうと。 いうことが考えられていますので、まあこれがあるから放射線治療を全く受けない方がいいということでは決してないということにご注意が必要です。で、えっ、ー、と実際、えっ、ー、と原曲期の保持筋リンパ腫に対しても放射線治療なしの治療というのがあまあ開発がされていて、開発というか検討がされていて、えー、例えばこの研究では、えー 放射線治療ありの方が再発が少ないということが分かりました。化学療法だけで放射線なしだと再発が多いということが分かったんですが、放射線治療ありの患者さんでは二次発がんなどがあって、えっと生存期間の点では放射線ありの方が悪いと、ま逆転現象が起こるということが言われています。ただ、えっとこの研究でえっと使われた放射線治療というのは 全身のリンパ節領域に放射線を当てるという今は行われていない非常にきゅ旧式の。放射線治療なので、今の放射線治療を使った場合の結果ではないということにも注意が必要です。えっと、それでは、えっと、後半の話で、えっと、再発難治性の保持筋リンパ腫の話をします。えっと、ここまでお話をしていたように、保持筋リンパ腫の換算は。進行期であっても、現極期であっても、大部分の方は。 1>, 1回目の治療で治すことができますそれはまずご安心くださいただし残念ながら一部の方は1回目の治療で治らなかったり1回治った CR になった後に再発を起こしてしまいますで、こういった患者さんでは可能な限り多剤併用化学療法といって ABVD 療法よりも強力な治療がまず進められます 具体的にはエシャップ療法とか d ハップ療法とか IS 療法 GDP 療法こういいった治療がよく使われていますで一般的にこれらの治療は、まあ、ABVD 療法は通院外来で行えるんですが、えー、そもそも点滴が数日間にわたって続くということとあとは副作用の骨髄抑制が強いということで、えー、と一般的に入院で行われています。 でそしてこういった治療が有効だった場合には引き続き自家移植というのはあらかじめ患者さん自身の造血幹細胞血液の種の細胞を体の外に取り出して凍結保存をしておいて大量抗がん剤治療化学療法を行う。で凍結してあった造血幹細胞を溶かして輸血のように入れる。 それが、えー、と自家移食で、まあ、一番治療の大事なところは、えー、と抗がん剤治療、えー、と大量化学療法なわけです。で自家移食を行うことによって非常に強い抗がん剤治療をやっても造、えー、血、えー、血を作る能力が失われないというメリットがあります。で、えー、と移植を含まない通常の化学療法だけよりも自家移食をやる方がえっ、ー、と 治る可能性が高くなるということが臨床試験の結果は分かっていてホジキンリンパ腫の再発をした患者さんでも自家移植まで進めたら半分ぐらいの割合で病気を治すことは可能ですただ残念ながら自家移植を行った後再発をしてしまう方または自家移植にそもそも進めない方がいますで、えー、と自家移植は 後に再発をしてしまった患者さんというのは非常に、えー、予後が悪くって、まあ残念ながら今のところ今のところというこれまで長期間生存することができませんでした。いい治療がなかったんです。で、そういった患者さんでまあ血液がんでまあしばしば治療の選択肢として出てくるのが同種造血幹細胞移植です。造血幹細胞移植は血縁者かいわゆる骨髄バンクドナー か最滞血バンクのドナーですけれどもそういったドナーさんの、まあ、すなわち他人由来の造血幹細胞を移植する治療で、まあ、ドナーさん誰からもらうかというのはさまざま血縁者であったり非血縁者であったりで移植片がこういった方の抹消血に動員した造血幹細胞であったり骨髄から直接取ったり最滞血であったり。 それから、用いる前処置が非常に強い骨髄破壊的な前処置古移植であったりこれよりも薬の種類を変えてあんまり体に対するダメージが強くない強度減弱前処置そういったものまでさまざまな方法がありますけれどもいずれにせよ他人由来の造血幹細胞を移植する治療という点では共通しています。 でこれが効果を発揮する理由としては異色変態リンパ腫効果といって他人から入れた造血幹細胞に由来するまたは他人から入れたリンパ球が患者さんのリンパ腫の細胞を他人になって認識して攻撃をする効果異色変態リンパ腫効果でこれによって治療効果が発揮されるというふうに考えられています。 化学療法抵抗性で抗がん剤が全然効かなかった人でもこれをやることによって病気を治すことが少なくとも一部の患者さんででは可能です。ただし短所はあります。移植関連死亡といって前処置の抗がん剤などによる毒性とか移植変対リンパ腫効果じゃなくて宿主病といって正常な臓器に対する攻撃をリンパ球が仕掛けてそれによって非常に苦しい思いをすることもあるし感染症のリスクも高いです。 長期的には慢性 GVHD といって移植変、うあ、幹さんえっとドナーさんがから由来するリンパ球が、あ、幹さんの体に作用してえっと QOL が低下することもあるし、移植が成功したとしてもその後再発をしてしまうこともあります。こういった点で様々な短所のある治療ですけれども、ホジキンリンパ腫の幹さんで、ま主に次回移植後再発の幹さんですけれども、えっと使われて これによって病気が治ったという方は日本でも大勢いいらっしゃいますただし限界があって移植を再発の方も多いし再発をしなくってその移植関連死亡移植の合併症で亡くなる方もいるのでそういった問題があります。これはスペインで行われたホジキンリンパ腫に対する同種移植の臨床試験なんですけれども。 保持基ンパ症に対する同種移植が成功するためには同種移植の前の治療で治療が全然効いてない化学療法抵抗性だと同種移植やってもあんまりうまくいかないんですで化学療法感受性、えっと、移植前の治療が効いてると、えー、その後同種移植を続けてやると,、えー、っと治療成績がある程度期待できる。 ということで、まあ同種移植をやるにしてもその前の治療が効果があるということがポイントになります。で、そこでえっと今まではホジキンリンパ腫に対する良い,い化学療法っていうのがあんまりなかったんです。で、最近になってこのホジキンリンパ腫に対して二つのまた二種類のえっといい治療が出てきたので、それを紹介します。まずブレンツキシマウベドチンです。えっとこの治療はこの治療薬は CD30 というホジキンリンパ腫の細胞に出ているタンパク質に対する抗体に、えー、MMAE モノメチルオリスタチン E という抗がん剤をくっつけた抗体と抗がん剤をくっつけた薬剤です。でこれは点滴をすると患者さんの、えー、と血の中を回って、えー、と患者さんの腫瘍細胞の 細胞膜にあると CD 三十にこの抗体がくっついて細胞の中に薬が取り込まれますでそうすると抗体と薬がとちぎれて薬が効果を発揮するでこの取り込んでしまった腫瘍細胞はこの薬のせいで死んでしまうまあそういった効き目をする薬剤ですまあこういったと細胞の中に取り込まれてと作用を発揮するというところからと 分子標的薬というかこの CD30 陰性の細胞には陰性の細胞がない細胞にはあんまり影響がないという特徴があります。このお薬は主に最初自家移植後再発をしたホジキンリンパ腫の患者さんに対して開発をされてえっと 75%の患者さんが、えー、と走行といって、まあ、50%以上の腫瘍縮小34%患者さんでは完全走行、えー、腫瘍が消失するということで非常に高いい効果が発揮されていますで多く見られる副作用としては末梢神経障害があって、まあ、こういうものがあったら、えー、薬を減らしたりしばらくお休みをしたりする必要があります。 まあえー、とこういったこの治療ブレンツクシンベドチンで CR が得られた患者さんでは、えー、とその後かなり長く効いているということが期待されていますあ報告をされていますそして、まあ、さっきお話したように自戒食後再発をした人では、まあ、同種移植に対して期待がされていて、まあ、同種移植までうまく結びつけるいい化学療法がないのが問題だったんですなので自戒食後再発をしてしまった患者さんに対して ブレンツクシュンベドチンを使って、まあえー、よく効いていい状態になればその後の同種移植の成績はもっとよくなるんじゃないかということが期待をされましたで実際このブレンツキシュンベドチンは自移食後再発の患者さんに対して同種移植ままでのちょうど橋渡ししをすす。る治療とててよく使われていますである報告では同種移植前にブレンツキシュンベドチンを使うと同種移植の後の治療成績が良くなるというふうに 報告をされていますしある報告ではあそうでもなくてあまり変わらない少なくとも治療成績が悪くはならないけどあんまり変わらないという報告がされています。でブレンチキシメドチンは自回食後再発の方以外にもさまざ、あ、まな使い方があって例えばあ再発難治の保持ンリンパ腫に対して自回食を行うんですが自回食を行った後再発をしやすそうな リスクの高い患者さんに対して自家移食後再発前に自固め療法としてブレンチチキンベドチンを使う方法とかあとは未治療の保持菌リンパ腫の患者さんに対して、まあ、今,の今までのというか今のところの標準治療である ABVD 療法に代わって ABVD 療法のうちビームブラッシンというお薬を抜いてその代わりにブレンチチキンベドチンを用いる BVAVD という治療 でこれをすると、修正無増悪生存割合というのが、ABBD 療法よりも良くなるということが分かっています。でこれはアメリカではこのやり方が承認されているんですが、今のところ日本では承認申請中で、えっと今のところ未治療の保持菌リンパ腫の患者さんに対しては、この使い方でのブレンツシキノベドチンは適用外です。あと PD、PD-1 抗体です。 PD1 抗体にはニボルマブとペンブロリズマブという2つの薬剤があってこの2つとも再発難治のホジキンリンパ腫の患者さんに対して日本でも適用承認が通っていますで一番最初にお話したことの復習ですけれどもホジキンリンパ腫の腫瘍細胞は PDL1 というタンパク質を細胞膜細胞の表面に えー、結構たくさん出してますでこれがあると,、えー、と病気の細胞を攻撃する働きのある T 細胞があ、まあ、この PDL1 PD がある細胞に対しては PD1 PD というものが察知してこれには攻撃をしないという特徴があって、まあ、この PDL1 と PD1 のの、えー 関係でこのリンパス細胞は T 細胞からの攻撃を逃れている回避しているということが分かっていますでこれがまあ、ホジキンリンパ腫ではかなり本質的で、まあ、ほとんどのホジキンリンパ腫の、えー、患者さんまたは患者さんの細胞はえっ、ー、とこれがこのメカニズムが働いているということが分かっていますなのでホジキンリンパ腫で次回食後再発でかつその後に ブレンンシマベドチをを使っててさらに再発をしてしまった、まあいろんな治療をやって4種類中央値で治療をやって再発をしてしまった患者さんに対して p d 1抗体のニボルマブをした使った場合それでも走行割合が66%非常に高い走行割合があるということが分かっています。でこのお薬の副作用としては、えー、と倦怠感・輸中関連反応・皮脂 そのほか免疫関連合併症といっていわゆる自己免疫性疾患に類似したいくつかの副作用があるということが分かっていて全く副作用のない治療ではないんですけれどもさまざまな治療に抵抗性だったホジキンリンパ腫の患者さんに対してのいい治療薬として注目されています。 で次回食後再発かつブレンツキャンベドチン後の再発だけじゃなくてさまざ、あ、まな場面例えばブレンツキャンベドチンの治療歴がない患者さんとか、えー、と次回食の前にブレンツキャンベドチンを使ったような患者さんでも治療効果があるということが分かってますし、えー、とこれは日本のデータですけれども、えー、と日本人の再発難治のの保持ンリンパ腫に対しても、えー、と治療効果があるということが分かっています。 でえー、とこれまで紹介してきた保持金ンパ腫に対する臨床試験とか治験っていうのはほとんど年齢中央値が30歳代の方で保持金ンパ腫の患者さんが20代30代に多いことを反映して、まあ、そういった患者さんが、えーとまあ、主に、えーとけんまあ、臨床試験の対象だったんですが国内でのこの試験では年齢中央値は63歳で結構高齢の方でも の高齢の方の保持筋リンパ腫に対しても、えー、と効果があって、まあ、特に高齢の方だからといって、えー、と副作用が強く出るということはどうもなさそうでした。でえー、と詳しくは述べませんがもう一つの p d 1抗体のペンブロリズマブについても、えー、と効果があるということが分かっています。 これらの p d 1抗体は、えー、と基本的には、えーとこのえー、と3週ごととか2週ごとに、えー、と特に強い副作用がない限りまたは効かなくなってくるまでは、えー、と長く継続すると、まあ、そういう治療法です。p d 1抗体についてはここ12年で新しく承認をされたような薬剤で海外でもあんまり長期間の使用経験がありません。なので この薬はじゃあいつまで継続したらいいのかとかこれまでよく使われていた次回食後再発の患者さんでは同種移植、まあ、この同種移植をするべきなのかそれとも p d 1抗体を続けた方が有利なのかとか、まあ、同種移植をやるとして、まあ、p d 1抗体っていうのは、えー、と免疫に対して、えー、さまざまな影響を及,びますの及ぼしますので同種移植をやった後の GVHD という副作用が強く出ないかとかさまざまな心配があるんですが同種移植をどのように上手にしたらいいかっていうことについてはまだよく分かっていません世界中の誰も知りませんあとえっと主に自家移植後再発かつブレンツキンベドチン後の再発の患者さんを対象として開発をされてきて治療成績は分かっているんですがもっと早い段階例えば自家移植後再発にまず最初に行う治療であったり 次回植をやる前に、えー、抗がん剤治療よりもこっちがいいかということについてはまだ分かってなくて新しい治療であれば効果が高くて安全であるということでは必ずしもないわけですなのでより早い段階での治療の有用性については今まだ分かってないということを、えー、承知してくださいで最後に 新しい治療法として新しい治療薬じゃなくて新しい考え方の治療についていくつか一つ紹介をしてみたいと思います。でそれがえっ、ーと,えー、と,という方法です、えー、とこれは、えー、と海外で行われた研究で ABVD 療法というまあ保持ンリンパ腫に対する標準的な治療を行っていく途中で 2コース目のあと3コース目の直前に中間ペットという本来ここで治療効果判定をするタイミングじゃないんですがペットをとる。でとってみるとこの時点のペットで陰性だった患者さんではその後 ABVD 療法を続けた場合ほとんどの患者さん再発なしで病気を治せる。で一方この中間ペットが陽性だった患者さんではその後 ABVD 療法をそのまま続けていった場合ほとんどの患者さんが 治療途中とか治療が終わってから再発をしてしてまうで、この中間ペットによって ABBD 療法の治療効果がすごく予想早くに予想できるということが分かっています。で効かない治療を無駄に続けるよりも効かなそうだっていうことが高い可能性で予想できるんであれば途中から別の治療に変えてまあ少し副作用は強いかもしれないけどちょっと強い治療とかに変えて 治療成績よくならないかっていうことが期待されます。まあ一つの候補はこの B コップ療 B B コップ療法というものです。でこの治療はさっきの ABVD 療法よりもたくさんの治療薬を使います。でえっ、ー、と薬の量も実は多いんです。でこれはえっとドイツでは ABVD 療法じゃなくてこの B コップ療法というのが進行性ホジキリンパ腫の標準的治療としなんです。 ただドイツ以外の国ではこの治療は例えば血液毒性といって血球減少が結構強く出たりあとは板期障害の中では男性不妊がひっであったりさまざ、あ、まな問題が ABBD 療法にない副作用があってこの治療をやる方がいいのかどうかっていうことについてはいろいろ議論があります。 ABBD 療法と b コップ療法を比べると再発なしの期間はどうも b コップ療法の方が良さそうなんですが副作用が強くって生存期間ではあまり変わりないんじゃないかということが言われています。で、えっと、一番問題なのはこういった副作用が強いということで、まあ、そのまま治っちゃう患者さんに対して強い治療をまあなかなか進めにくいというところです。 ということで一つのやり方としてまず ABBD 療法から始めてペット陰性だったらそのまま ABBD 療法治療をやめ終了するとでペット陽性だったら強い治療に変えてもうその場合はそのまま続けていってもだめだからもう治療を強いのに変えてしまおうとでそうするとどうもそのまま ABBD 療法を続けていった場合に予想される治療成績よりも良くなるっていうことが臨床試験の結果分かってきています。 ただ、えーと、この中間ペットの評価というのは結構熟練が必要でまたは標準化といってまあえー、と取り決めに従っと、えー、日常診療で、まあ、これやってみるかと思っても、えー、と慣れた血液内科医慣れたペットの診断の先生が複数揃ってないとなかなか難しいと。 で、日本では、えっ、ー、と。ジェイコブ。臨床、えっ、ー、と。多施設の、えー。がんに対する治療研究グループで、えっ、ー、と、この中間ペットによる送別化治療。を行うという前向きの臨床試験が行われて、これは。えっ、ー、と、今。進行中の臨床試験として行われています。先ほどの臨床試験と。まあ、おおむね同じような。デザインで行われている試験で。 最初は ABBD 療法に2コースを行って中間ペットを行って陽性であれば強力な b コップ療法に変えて陰性であったらそのまま ABBD 療法を合計6コースを行うと、まあ、そういう前向き試験です。もう一つ問題なのが高齢者のホジキンリンパ腫でリンパ腫ジキンリンパ腫の患者さんの、まあ、多くは20代30代の方なんですがもう一つ高齢者のピークがあります。 で高齢者では ABBD 療法の副作用が強く出るという特徴があって特にブレオマイシンという肺に悪影響を与える薬の副作用が出やすいです。で、えー、と白血球が少なくなることと合わせて、えー、感染症の頻度も多いですそれから治療抵抗性のことが多いあと、まあ、治療が効かない最初の治療で効かない場合若い人であれば自解食同種食強い治療が こう進んでいけるんですけれども、年齢が高い方だとそういった造血幹細胞移植がリスクが高くて、まあ場合によってはできないということがあります。そういった問題があって高齢者の保持筋リンパ腫に対する治療って今非常に問題になっていて、まあどういう治療がいいかということがあの大きな課題になっています。えっと。 まあ最後にままとめます。一つ一つは読みませんけれども、えー、とホジキンリンパ腫は20代30代の若い人それから高齢者に多い病気で、えー、と最初の治療、えー、と原曲期だと化学療法と放射線を併用する治療進行期だと主には化学療法で、まあ、かなり大雑把な言い方ですけど多くの患者さんは初回治療で治りますただ残念ながら一部の患者さんが治療が効かなかったり再発をしてしまったりして まあそういう場合でも化学療法を自解食っていう方法で多くの方は治,し治せますしあとは最近はブレンツキシマンブベドチンであるとか抗 p d 1抗体などの新しい治療薬がもうすでに日本では承認されていてそういった治療薬を使うことによって、まあ、これまでよりもずっとこの患者さんはこの病気と診断された患者さんは治療選択肢が増えています。ただまあえー そういった若い患者さんでかつ治せる可能性が高い病気っていうことで長期的になるべく副作用または二次性治療による悪影響で苦しむことがないようにどういう治療を選んでいったらいいかっていうこととかあと、まあ、先ほど紹介したような新しい治療をどういうふうに位置づけて使っていったらいいかそれから高齢者の保持金リンパ腫に対してどういう治療がいいのかという。 まあさまざまな課題は残っていて、えー、まあ、僕らは治療をしていくと同時に、えー、そういった問題点を解決していく必要があるというふうに考えています、えー。長くなりましたけれども、以上です。どうもご清聴ありがとうございました。